皆様こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが室外骨脱臼などです。これらは環境的要因が3割、先天的要因が7割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフ榎本にお任せください。さて、愛犬丸バツクイズです。ペットかの一軒家の借家は室内外で自由に買えるメリットがある。答えは×です。ペットかの一軒家の借家は大半が外で買うのみの制限があります。メリットとしては、上下階に住人がいないため気兼ねなく買え、庭があり居住スペースが広い点です。しかし、築年数の古い借家が多く、室内外ができる物件は何らかのトラブルを抱えている可能性もあるため、物件を下見する際には十分チェックする必要があります。近年では大手建設会社によって設計されたペット可の一軒家の借家があるのでチェックしてみましょう。以上で愛犬丸バツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。